こんな日が来るとは。ちょっと2週連続マジでまさかの展開だね。こんばんは、ドコムズです。今日はですね、マイル旅行券3555枚使い切るまで終わらない離島ガチャ、イエーイ。というわけで、今週もやってまいりました。今週もっていうか最近ね、離島ガチャ毎週やってるわけじゃなかったんだけど、ちょっと先週の離島ガチャが追い盛りが長すぎて、離島ガチャあんまりやれなかったんで、ちょっと今週もね、で、今回、ターゲットは、左のゴメス、右のレイチェル、そして、上のクリスチーヌですね。次も早速やっていこうかなと思います。で、今8月26日なんだけど、まさかのゴメスの誕生日だったんで、なんかゴメスにプレゼント持ってこう。ゴメスの誕生日にふさわしいプレゼントってなんだと思う？ハリコの虎？あれ、ハリコの虎持ってんのかな？これを、こうして持っていこう。おいおい、俺歌舞伎町まだ一回も喋ってないんだけど。でしょ？あ、忘れてるわ、こいつ。日付変えますか？じゃあ、キャンプいますね。見ていきましょう。え？俺じゃん。今日ももう奇跡始まりじゃん。ちっか。おじいちゃん元気、ラムネ元気、ベン・ジョンソン元気、歌舞伎元気、ピン元気、元気だね。レイチェルは？レイチェル、筋トレ。うーい！マジでこの二人、超強いんだけど。なんで？なんで？なんかめちゃくちゃ媚び打ってきてる。めちゃくちゃ、念押ししてきてる。念押ししてきてるし、追い出し対象が二人ともムキムキだ。さらにムキムキになろうとしている。やべえよ、賄賂送ってきたよ。一応クリスチーヌも確認した方がいいね。はじめまして。それは泣くわな。マジでごめん。ゴメス。ちょっとゴメスの手紙見よう。レイチェルめちゃくちゃ媚び打ってくる。馴染みのドコムス。よろしくね、レイチェル。よろしくしてきたわ。あ、喋ってるわ。小熊二人が。どうした？お、喋れよ。見えてるよ、めちゃくちゃ。色濃く見えてるよ。さっきと感じ方が全然ちげえ。はい、ゴメス元気、レイチェル。もう元気なんだけど。めちゃくちゃアピってくんだけど、元気アピ。一応チーヌ確認するか。うん、チーヌも変な服着て元気だわ。よし、3日目。ちょっとマジで。お前らマジで。俺たちで、絶対出ていかないよな。おぉ、クリスチーヌだ。マジか。おい、レイチェル。おい、なんだその顔は。あたいの企み通りよ。ありがとう、クリスチーヌ。元気でね。というわけで、クリスチーヌ、脱退です。一番、こう。強すぎる。熱盛界最強の女。はい、では、本日のターゲットを発表します。でん！カール、ベアード、エスメラルダ。今日はね、前回途中で終わったんで、92枚。この92枚使い切ると、累計3555枚というわけで、使い切るまで、絶対に、寝ません。離島ガチャ、出発しようかなと思います。あったかーん、走るよ、どこだろう、離島に、飛んでく、どこだろう。大好きなのは、コメントを見ること。言いましょう。おー、マイクね。私立探偵浜マイクっていうドラマあったよね。めっちゃ面白そうだけど、俺見たことないんだけど、あれ面白いんですか？おー、この子なんだっけ名前。大工だ。こんな語尾だったっけ？坊主。ハゲーの亜種だね。
坊主は。あ、ケチャップじゃん。かわいい。ちょっとケチャップはいつか呼びたいんだよな。でも今さ、ちょっとあの濃いめのメンツ呼ぶのにハマってるからさ、可愛い系呼ぶ余裕がないんだよ。でちょっとここで気を取り直して旗変えよう。レイアウト調べよう。ターゲットから調べていこう。いいねいいね。これ何、ベアードの奥さんかな。みんなうまいっすね。なんかちょっとずつちゃんと自分で描いてる感じすごいね。あ、これすげえかわいい。サンリオのベアードかな。ベアードという概念。これもベアードという概念だな。デデーンっていう音が後ろで鳴っているベアード。これベアードですね。何この名作。すげえ、ベアードという動物をドレスに押す、ドレスに完璧に落とし込んでいる。やばい、これ着ていこう。だあ、みんなうまいね。ちょっと右向いてるねこれ。これドラクエのリップスな。確かに似とるけども。カール調べよっか。じゃあカール。まあこうなるだろうなと思ったよ。こうなるだろうな。まあこのカールが出るだろうなと思ったよ。あとガールね。なるほどね。スプラのガールがねいっぱい出てきますね、やっぱね。ちゃんとカールもいるしね。これカールおじさんだ。逆にこんだけあってカールおじさん2個しかねえ。人気ねえなーカールおじさん。ちょっと1個さ、調べたいやつあってさ、ちょっと待ってね。千鳥調べた時なかったじゃん。多分だけど、あの、大悟とノブで調べたらあるんじゃないかなと思って。太鼓も入っちゃうんだ。太鼓。言語。ほら、言った通りやん。絶対こっちならあると思ったんだよな。ってことはノブもあるでしょ、ノブ。プーじゃん。これ、クソデカノブあるじゃん、これ。敷きてえけど今から敷くのめんどくせえからやめよう。旗じゃ。はい、じゃあ離島ガチャ再開しようかなと思います。ちょっとさっきのベアード着てみようかな。ちょっと帽子もかぶろう。ちょ、これでいくわ。いきます、14枚目。おおこの格好で出たのがブーケ。美女と野獣、だいぶ前から。おお、なんかすげえ可愛いキャラめっちゃくんな。なんでなん。パッチとかマジ呼びたいのに、なんでこういう時に来るんだよな。イサコ、イサコ、イエーイ。ちょっとイサコ、イサコちゃん、そんなとこそんな風に結んでたんだ。まだまだ知らない部分がいっぱいあるんだな。奥太郎最近来ないね。確かに。確かにマジ来ないね。奥太郎は、ハム太郎に嫉妬していじけてる。はぁ。ぬるぬる、奥太郎っていう動画出そうかな。じゃあ。そしたら出てきてくれるかな。大好きなのは、海水、海水と、海水と、いや、見切り発車禁止されたら俺配信できねえよ。全部見切り発車なんだから。台本ゼロの嘘が90。10は ?10 は何?銃がトイレだ。それだ。ゴムスさん、バレンタインは毎年何個もらってますか?僕なんかあの、日本のチョコの消費量の 27% がドゴムスって言われてるから、それぐらいかな。全体の消費量数えればわか、俺の個数わかるんじゃないの?だいたい 27% が僕です。嘘でーす。嘘でーす。いきます。え、ちょっと、リーチこれ。巻き場リーチにするわ。なんかもう、ここまで出てきてくれたらちょっと、
一段階上な感じするもん。今ポケモンをしているのですが、あだ名をつけたくてぜひいいあだ名をお願いします。ちなみにポケモンはメタグロスです。そうだな。じゃああだ名は次の動物にしよう。行きましょう。君のポケモンは花子ゲットだぜ。イサコ。ちょっと待って、イサコとマキバリーチって史上初じゃない？やべえ、絶対どっちか来るわ。ベアード助けてくれ。いきます。ミスズだ。かわいい。おじさん狙うとマジでかわいい子来るんだけど。行きましょうか。やべえ。ついに来たか。いやでもちょっと楽しみかも、イサコちゃんとの生活。はい、というわけで、イサコさん勧誘です。何この南アルプスじゃん、家の中が。すご、ちょっとこれ家具期待持てるね。じゃあ YouTube は今日はこの辺で終わろうかなと思います。それではまた来週、さよなら。はあ。